ホルトバージ国立公園はハンガリー大平原とも呼ばれるアルフェルドの一部でハンガリーの東部デブレゼンの近くに位置する。1973年にハンガリー発の国立公園に制定され、1999年には世界遺産に選出された。ホルトバージはハンガリー内で最大の保護された地域であり、現存する中央ヨーロッパ東部から 東ヨーロッパ西部最大の牧草地でもある。面積は800平方キロメートル。地形はステップに似ており、畜産業者により乳牛、肉牛、羊、馬が飼育されている。また、様々な種類の野生生物に適した生息地でもある。プスタは中世に森を切り開いたこと、そしてティサ川の水流を調整したことにより、 土壌の植生及び pH 値が変化したため、現在のようなアルカリ性土壌のステップとなったことが知られている。しかしながら、ホルトバージについては、土壌のアルカリ化は1万年以上前、北の山脈を水源とするティサ川が新たに誕生した頃から、すでに進行していた。本来の植物群落は、表記には草食の小動物、マンモスや野生の馬によって、 また後には家畜によって失われたとされる。自然環境それ自体でなく、そこに形成された文化的景観が評価の対象となった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。